Okay, Yuri, do you want to, shall we kick off? Yeah, let's go ahead. So I can't see how many people. Oh, yeah, I can see 138, 139 people are joining. All right, everybody, welcome to our first ever Inspire Talks Online. This is not the first ever Inspire Talks. This is an event we do every other month, usually in Shimbashi in Tokyo. But because of the situation, this event is online. But this is a great opportunity to have much more people than usual in the event. I can't see all of you, but welcome everybody. I usually ask the people who would join us if it's their first event. So maybe I'll ask you can type in the chat. If it's your first time to the Inspire Talks, please type us in the chat that it's your first time so we know how many new people we have. Otherwise, everybody who's here for their second time, third, welcome again. It's great to have you. So tonight we Kumi, have, yeah, Miles. sorry to interrupt. Kumi, let's Kumi translate a little Oh yeah, so tonight we bit. have Thank Kumi, you. our translator. I'll hand it over to you, Kumi. はい。どうぞ。ありがはい。とう。あ、皆様、オンラインのデザインアカデミーのデザインアカデミーインスパイアトークにご参加いただき大変ありがとうございます。今回が初めてのオンラインでの開催ということで、まあちょっとうまくいくか心配ではありますが 普段は東京の新橋で場所を借りてこのイベントをやっているのですが、今回はオンラインということで、いつもよりさらに多くの皆さんにご参加いただけるのではないかということを期待しております。で、ぜひ今回初めてご参加される方にはチャットウィンドウの方に初めて参加しますと一言お書きいただけると、どのくらいの方が初めてなのかというのが分かるので、ぜひよろしくお願いします。Thank you. So tonight we have four very exciting speakers. The topic of tonight is AI or not AI. So all of the participants are expert in the field of artificial intelligence. 今夜は4人のスピーカーの皆様にお話しいただきます。今日のテーマは AI or not AI ということで、人工知能の専門家の4人の方々にお話しいただきます。But before we start, I would like to introduce Sayuri-san. She will tell you a little bit about the Design Academy, which makes these events possible. So, without further ado, Sayuri-san, please go ahead. はい、ご紹介ありがとうございます。DLX デザインアカデミーの小澤と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。たくさんの皆さんに、ご参加いただいてどうもありがとうございます。今ユーリも言いましたけれども、インスパイアトークは普通はシントラ通りにあるザ・コアという、カフェ&イベントスペースですね、そちらで行ってまして、毎回非常に盛況です。で、今回初めてちょっとオンラインの、試みですので、もしかしたらちょっといろいろ不備があるかもしれませんが、笑ってご容赦いただければと思います。で、インスパイアトークは主催が、DLX デザインアカデミーですので、最初に、簡単にちょっとデザインアカデミーのご紹介をさせていただきたいと思います。なるべく手短に、多分3分か4分ぐらいで終わると思いますので、皆さんのプレゼンの前にちょっとお付き合いください。DLX デザインアカデミーは、社会人のためのデザイン教育プログラムで、東京大学生産技術研究所が、ロンドンのロイヤルカレッジ・オブ・アートとの連携によって進めている、教育プログラムです。で、今日ご参加の皆様の中には、以前よりデザインアカデミーにと深くお付き合いいただいている方も結構いらっしゃっているお名前は拝見してるんですけれども、最近名前の正式名称の冒頭に DLX という、冠がついたのに、もしかしたら、気づいていただいているかもしれませんが、DLX というのは、デザインレッド X の略です。日本語で言うと、デザイン駆動型とかデザイン先導の、
変数 x みたいな意味になります。で x のところには、プロジェクトとか、ビジネスとかイノベーションあるいはフューチャーといったような、単語が、入る、を入れるのがふさわしいのかなと思います。で、表現を変えて言いますと、デザインアプローチによるあるいはデザインという力を使って、ビジネスを、イノベーションに展開可能なイノベーションに変えるというのが、変えるイニシアチブをですね、教育というアプローチでサポートするというのが、私どもの、役割です。で私どもは2018年の11月にプログラムをスタートしたんですけれども、オープンワークショップとしては、ご覧いただいているような、コンテンツを今までにやってきています、テーマとしてはデザイン思考とかスペキュラティブデザインとか、サービスデザインとかこういったテーマを、得意としていますけれども、今後はさらに、テーマを広げて、展開していく予定です。ちょっとコロナの状況があったので今年の予定についてはまだなかなか公開できない状況ではあるんですけれども、なるべく早く今年の、スケジュールも皆さんにご案内したいなと思っています。こちらが、デザインアカデミー DLX デザインアカデミーの、をリードしている、面々です。それでですね私どもの強みは何といってもこういった一流の講師陣を迎えてプログラムを行っているということだと思います。世界的に活躍する、このような方々が設計したプログラムを、彼らからの直接のファシリテーションを受けて、受講できるというところが一番の強みかなと思います。でですね、そうですね、これまでは基本的にはフェイストゥーフェイスの、会場で行うプログラムを基本的にやっていましたが、今回の状況を受けて、オンラインのプログラムも開発していまして、一部は実際に実施もしています。であと皆さんに通常ご案内するのは、公開のオープンプログラムなんですけれども、一方では、企業などに向けてクローズドのワークショップ、その他のプログラムも行っています。で今日はちょっと駆け足でしかご案内できないんですけれども、詳しくはぜひウェブサイトをご覧ください。あとご質問などがありましたら、ぜひお気軽にいろいろお聞きいただければと思います。で本日なんですけれど、Zoom の、機能を使ってぜひなるべくインタラクティブにしたいと思っているので、皆さんぜひいろいろ質問をいただきたいと思います。で、質問の方は、Q&A に送っていただいてその際できたらお名前を表示していただけると嬉しいんですけれども、あとコメントはチャットの方にお送りください。で、チャットでパネリストと参加者に送るっていう選択肢があるのでそれを選んで送ってください。でスピーカーの方がプレゼン中はちょっとなかなか回答するのは難しいかもしれないんですけれども、こちらの方で皆さんのコメントや質問は見ていまして、後で、なるべくご回答したりあとトークセッションの時にそれを踏まえた話題をしたりとかしようと思っているのでぜひどしどし送っていただけると嬉しいです。あとスピーカーの方からのアンケートもちょっと一つご用意しているので、そちらにも積極的にご回答いただくと嬉しいです。それではお待たせしましたインスパイアトークスの本編に移りたいと思います。先ほどユーリからもご紹介がありましたが、今日は、まず東京大学生産技術研究所の本間先生から、トークをお願いしたいと思います。それでは本間先生にバトンをタッチいたしますのでどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。ちょっと今画面を設定しますのでしばしお待ちください。
よいしょ。こんなもんでいいかな。よいしょ。こんにちは。見えましたでしょうか。あ、よかったです。やっぱり僕オンラインが初めてなんですね。で、スライドだけをやって15分間アナウンスをするっていうのがなんかすごく気にかかったので、自分の顔とスライドを両方見ていただくためになんかやってみようかなと思ってちょっとダメ元でやってみたんです。もし綺麗に見えていたら嬉しいです。で、今日はご紹介いただきました通り、AI or not AI ということに関して、少し15分ほどお話をしたいと思います。タイトルは、コンピューターと価値観を共有する方法と題しまして、お話しさせていただきます。ちょっと待って。よいしょ。はい、自己紹介が遅くなりましたが、改めて、ご挨拶させてください。東京大学生産技術研究所で准教授をしております、本間と申します。本間雄大と申します。実は、いろんなところに、所属しております。複数の内部組織に所属しておりまして、結構何でも屋的に活動しております。大学院の所属は、建築学専攻でして、うちの研究室に所属してくれている学生は、みんな建築の学生です。また政研の本部としましては、都市基盤安全工学国際研究センターという、防災や、安全な都市づくりをやっているセンターに所属しています。運営委員としまして、DLX 価値創造デザイン推進基盤に、関わらせていただいており、今日も、おそらく、価値創造デザインの一員として、今日はお話をするかと思います。また次世代モビリティ研究センターというところにも、協力メンバーとしています。この人間社会系部門というのは、ちなみに、建築と社会基盤、土木の先生方が集まっている部門です。いわゆる社会というものに対して工学的アプローチをする、先生方が揃っているわけです。私の専門分野は、建築と申し上げました。で、建築計画、あるいは都市計画みたいなものをやっています。ただ、実は、学部の時からの専門として、今日最初に挙げるキーワードは、オペレーションズリサーチというものを挙げさせていただきたいと思います。あまり意外に馴染みがない言葉のようなんです。実はとても古い概念でして、オペレーションズリサーチというのの一番最初のスタートは、実は第二次世界大戦まで遡ります。第二次世界大戦の時に、いかに敵から攻撃を守る、敵からの攻撃を守るか、あるいはちょっと良くない言い回しかもしれませんけれども、いかに相手にダメージを与えるか、いかに、少ないロスで、いかに最大の効果を与えるか、いわゆる巷の費用対効果の、スタートをやったものです。様々な計画に対して最も効率的になるように、決定する工学的、数学的な技法を集めた。それがオペレーションズリサーチです。より良い計画、いわゆる最適化です。なので、私の専門の一つに数理最適化があるんですけれども、都市、建築で数理最適化やってますと申し上げると、AI やってるんですかって時々聞かれるんですね。自分ではやってるつもりなんですけれども、ちょっと違うかもしれません。そのあたりのことを今日お話ししていければと思います。ちなみに、私は、数理モデリング、数理モデリングというものをやっているので、実は対象スケールが非常に幅広いです。一番左に見ていただいているものは最適なフロアプランというものを、決定するための数理モデルです。実は内部で動いている数理モデルは、Google のページランキングのシステムと一緒です。ちょっと面白いですよね。中の建築というものを動かすものと、グローバルなインターネットの世界の数学というのは実はつながっているんです。左から2番目というのは、地区レベルでの、影みたいなものを再現したり、あるいはちょっと花火の見え方見たり、日本国土レベルでどうやって人が動くか、電気自動車に乗りながら、そんなところを研究していたりするんです。で、今、数理最適化で社会のことを解決しているのに、いわゆる AI とは違う AI なんですっていうことを申し上げました。今の、その、言っている意味というものをご説明したいと思います。私が使っているのは、実は、離散最適化、あるいは整数計画法と呼ばれるものです。
決定変数が整数で典型的には0か1かというところ、0か1かを決めたい問題、そんなものを最適化で解くということに、実は、離散最適化では行っています。で、これ半分個人的意見で、しても半分は正しいんじゃないかなと思うんですが、この離散最適化、いわゆる皆様が想像していただいている AI とはちょっと異なる最適化なんです。ただ自分の中ではこれが今日のテーマになるんですけれども、シナリオが重要視される問題にすごくフィットしてるんじゃないかなと思っています。このことを今からお話ししていこうと思います。まず0か1かというのは何をやってるか、これはですね、やるかやらないかです。置くか置かないかです。 AI or not AI、 locate or not locate、 生きるべきか死ぬべきか、とにかく0か1か、やるかやらないかのディシジョンメイキングの典型例というものを0と1で表しているんです。何を考慮していくかというものを書いているのが下の3つになります。上から順に説明していきましょう。一番上に書いているのは目的関数と呼ばれるものです。どんなことを最適化したいんですか。将棋の AI の時だったらですね、例えば勝ちたいですね。そうやって実は離散最適化が得意とする分野に、配送計画問題というのがあるんですけど、配送計画問題だったらできるだけドライバーの負担にならないように効率的に短い距離で短い時間で、こんなのが目的関数に入ってきます。何を考慮すべきかというのを書いているところ、このパートが実は制約条件と呼ばれるものです。制約条件というものは守らなければいけないルールというものを入れています。将棋ソフトの場合だったら多分ここに将棋のルールが入ってるんでしょうね。で、例えば配送計画の問題だったら必ず全てのお客さんに届けなければいけませんよ、せいぜいトラックは何台しかありませんよ、そんなことが入ってきます。そして一番最後というのが、とにかくどこを回るか、やるかやらないか、あるいはどの順番でという意味で整数というものを決めている。実はこんなところからなっているんですね。シナリオが重要視される問題と申し上げました。この離散最適化を使ってすぐに解ける問題を、まず最初にご紹介したいと思います。あまり、私が行っているプライベートな企業とやっているものを持ってくるのはちょっと難しかったので、国交省の道路開発プロジェクトでやっている道の駅の最適配置というものを持ってきました。どこに道の駅を置くと、みんなが効率的に、みんなが満足するように、道の駅というものを計画していけばよいですか。そんなものです。置いたときは1、置かないときは0という問題を解くんです。簡単じゃんと思うかもしれないですね。これ AI かもしれない、じゃあ全然関係ないかもしれないと思うかもしれないけど、実は結構難しいんです。後でご説明しましょう。ちなみに結構いろんなファクターを考えておりまして、今ある道の駅、新しく置ける可能性のある道の駅の場所、そもそもその中で内部ではどんな流れが起きているのか、13万通りから14万通りの内部の移動の仕方というものを全部考慮して348箇所の道の駅を厳密に解いています。この施設配置のシナリオを見ていただくとですね、シナリオを重要視するっていう私の意味が少しずつ伝わってくるかもしれません。まず目的関数一番上、総距離を最小化、みんなが立ち寄る時の、時間とか距離を最小化したいみたいなことが入っています。で、みんなが立ち寄るとしましょうねというようなこと、そもそも立ち寄った施設は営業してなきゃいけませんよということ、全部で348箇所置きましょうかというようなこと、このあたりのシナリオというのはあんまりまだ価値観というものとは、私の今日のテーマの価値観とは関係ないかもしれませんが、ここにたくさんの価値観を実はダイレクトに入れていくことができます。防災拠点にもなってほしいからヘリポート置きたいんだよ、これ事実、去年、これ微妙ですね、言われました、多分大丈夫でしょう、トラックドライバーがみんな休めるようにできるだけ等間隔に設置していてほしいななんてことも言われています。オンデマンド型交通を考慮したいから、そんなオンデマンド型の周遊バスというものが立ち寄りやすいようにしてくださいなということもあります。大切なことはですね、このシナリオどれを考えてどれを取り入れてどれはちょっとだけごめんなさいをするかによって解が変わってくるんですね。
この解が変わってくるのを実は離散最適化ではダイレクトに入れておくことができるんです。防災拠点になってほしいって言った時のそんな数式をそのまま制約式の中に入れることもできるし、目的関数の中に入れることもできる。等間隔で休んでほしいって言った時のものをそのまま直接的に記述することができるんです。ダイレクトに考えてもほしいシナリオをコンピューターに伝えることができる。そんなのが離散最適化のとてもいいところなんです。ちなみにですね、これ結構難しい問題をやっているんです。いわゆる組み合わせバクタスというものが起きています。9箇所から2箇所取るんだと、実はそれでも36パターンあるんですけれども、先ほどの問題でお見せした945箇所から348箇所を取る。あ、10箇所じゃないですね。348箇所を取る場合、実はですね、3.066 の10の268乗パターンあります。とんでもない数字です。あれを実はものの数十秒、下手すると10秒かからないですかね、厳密な最適解というもの、今のコンピューター技術というのは出せるようになっています。 AI or not AI、 今日それがテーマだということで、自分がやってるのは AI なんだけど AI じゃないんですよねということを申し上げました。いわゆるおそらく普通の方が考えている AI というのは、数学的に正しく申し上げると最低でも機械学習、望むべく、願わくばディープラーニング技術というものを基礎にしている、少なくてもアルファ5などといったあの囲碁のソフトなどはディープラーニング技術の賜物です。ニュースで報道されることも多いです。こちらの特徴は大量のデータを読み込んで、あるいは大量の学習をさせることによって分析していくんです。一方でですね、私がプレゼンでここで紹介している離散最適化というものは、僕の中では広い意味での AI に入っていると思うんですけれども、意外に、なかなか AI と認めてもらえないかなと思っています。でも、ね、ニュースで報道されることも少ないんですけれども、人間では探し出せない答えというもの、見つけ出せないものをコンピューターが教えてくれるという意味では、コンピューターの対話、コンピューターがアシストしてくれる立派な人工知能 AI だと思っています。実は、僕時々、企業の方からの相談も受けることもあるんですけれども、企業が求めている方の問題解決の半数っていうものは、この離散最適化がより有効だ、実はディープラーニングじゃなくて離散最適化の方がいいんじゃないかなと思っていることがあるんです。このことをお伝えしたいです。ディープラーニングの調査っていうのは、実は重要視する要因があまりに多すぎて検討がつかないときに非常に強力です。猫を認識したという Google がありました。囲碁で勝ちたいというものがありました。猫を認識するときに重要なことたくさんあります。ヒゲの形、目の形、ふわふわ感模様。囲碁でやるときでは、石の利きや生き死に、陣地の広さ、形状。何を考えていいか分かんないけれども、でも膨大なデータは揃えてみたから、とにかく解いてみたい。これはディープラーニングの得意とするところです。一方、離散最適化はシナリオを入れることが重要だということが、入れることが得意だと申し上げました。何を考えて、どんなことをどんなふうに解き解くかはなんとなく考えてるんだよ。重要視すべきポイントは分かってる。だけれども、先ほど、だけれども、あまりに膨大な可能性があるから、その中でどうしたらいいか分からない。何を考慮していいか、そんなシナリオはなんとなく分かるんだけど、あまりに実行の可能性が多すぎる。そんな時にやっぱり離散最適化は得意だと思ってるんです。膨大なデータからスタートするか、膨大な可能性からスタートするか、これが離散最適化とディープラーニングの使い分け、共存の仕方じゃないかなと思っています。ちなみに、建築空間を研究している人ですので、建築での離散最適化の使い方というものを一つ二つご紹介したいと思います。実は建築の場合、その建築を作った後にどういうふうに使われるか、そこが心地いいか心地よくないか、そんなものが定量的に評価できたらとても嬉しいわけです。で、人が滞留する、特に美術館のようなところでは思わず絵画を見てというようなことで、あるいはパブリックスペースでは川沿いを歩いてみたいなことあります。いわゆる人の位置を決める問題なんですね。これは典型的な、実は施設、人という施設を配置する問題になります。ただし非常に難しいのは人と人のインタラクションをここでは考えました。自分の前に人がいると邪魔だ、
自分の後ろに人がいると気になる、そんな人と物、人と人との関係みたいなものを全部考えて、数学的には一段積分した問題、一知識から二知識にかさ上げをした結構数学的に難しい問題を解きました。右側に見えているのはその時誰にも触れることがなく、誰も他人を認識することなく快適に絵画を鑑賞できる最大の人数というものを軽井沢の千住博美術館で求めたものです。32人という答えが出てきます。非常に自然な絵が出てくるんですね。またさっき自分の前に人がいると気になる、自分の後ろに人がいると気になるという2つの考え方があるよということをお話ししました。自分の後ろに人がいると気になるというのは、いわばこれもちょっと微妙な表現ですけれど、煽り運転に近いものがあります。煽り運転をされないようにちゃんとバックミラーを時々見る、これはドライバーの基本のはずです。なので後ろにちゃんと人がいないかなということを見ながらお話、絵画を鑑賞したい。実はですね、できるだけ前に人がいないでほしいっていうバージョンと後ろに人がいないでほしいっていうバージョンで解くと、中の最適な空間あるいは最適な位置っていうのが変わってくるんですね。しかも2つは共存しないんです。左側っていうのはとにかく人の前、自分の前に人がいないでくれという状態で解いたバージョンです。右側がいないときに逆のバージョンで解いたものです。実は両者には右側のグラフにお見せしているように非常に大きな乖離があるんですね。伝えたいことは一つあるんです。シナリオ、どんなシナリオを考えるかによって最適解というのは変わるんです。そしてそのシナリオを決めるのは私たちです。どっちが正しいかなんてことはわからないんです。これはもう一つの例です。ちょっとハウス法、藤本壮介先生のハウス法という非常に有名建築があります。この中でできるだけ大きいスペースを取りたいという可能性を説いたものです。厳密には実は最適化技術じゃなくて列挙技術に基づいてやっているんですけれども、この場合も中での最大の空間というものを様々なシナリオで解くことができます。左下にお見せしているのは面積を最大化するシナリオ、円丸、できるだけ丸くするシナリオが真ん中、右上にあるのは円形度を考えつつかつ重複重複度を考えつつかつ面積を最大化するみたいな、そんなちょっとトリッキーなもの。でもどんなシナリオをどんなバランスで考えるかは僕らがコンピューターに教え、そしてコンピューターがそれにちゃんと答えてくれる形で入れることができるんですね。シナリオあるいは価値観というものを言ってきました。シナリオというものは文化であって価値観だと思っています。文化、例えば日本は広さは妥協できる限りに、広さは家の広さは妥協するけど電車の時刻表は守ってほしいという文化、シナリオであって価値観があります。あるいはアメリカだったら広さは妥協できない、電車の時刻表ちょっとだったら妥協するよ、そんなシナリオとか価値観で実は会話変化していくんだということを押さえてください。そんなシナリオというものを優先順位をつけるということによって私たちはその最適空間というものを考えることができるんです。そしてその優先順位、大切なこと、一番大切なことを決める、それこそが人間だけができることだと僕は思っています。さっきの Google の猫認識というものの一つだけというものをもう一度やってみましょう。猫か犬かを見た目で判別する一番重要なポイントを一つだけ教えてくれ。おそらくこれ人間しか今まだできないと思います。左側はですね、ペルシャ猫です。右側、私の愛犬、カノンでございます。猫っぽい犬です。この2つを猫か犬か判別する一番最重要ポイントを1個教えてくれよって言ったら僕はこう答えます。目が三日月になるかどうかじゃないですかね。目が三日月になるかそーっと見てあげたらうちの犬はなりませんね。この答えはきっとまだ今のディープラーニングの AI は答えてくれないと思います。基本的にディープラーニング的な AI というのは足し算の思想だと思っています。大量のこと、あらゆるデータを詰め込む、とにかく何でもいいから、でも何とかして答えて、でもなんでそんなことが起きたのか、どういうシナリオで起きたのか、理由、シナリオ、原因が整理できません。企業のディシジョンメイキング、社会のディシジョンメイキングの時にはどんなことが大切か、
どんな価値観でやりたいのかっていうものはまだ人間が教えてあげた方が正しいんじゃないかなと思っています。あるいは人間が決めるべきことだと思っています。情報に優先順位をつけて、どんな価値観を優先して、どんな価値観を少しだけ我慢するか、その優先順位を決めて大切なものを相当していく、それこそが価値観を決める、そして人間こそができる、そしてそんなものを伝えるダイレクトな数学的方法、そんな AI があるんだよということを今日お伝えしたかったことになります。私のプレゼンは以上となります。どうもご清聴ありがとうございました。Okay, thank you very much, Kanma sensei. Do we do questions now, Sayuri, or later? Okay, so if anybody have questions to Honma sensei? Maybe question later. Okay, later, sorry. Mm-hmm. Okay, yeah, so again, thank you very much, Honma sensei. Thank you. 皆さん、チャットで888って。ありがとうございました。Well, in the chat, we have people clapping in the chat. Great. Wow. Okay. Amazing. Okay. So our next speaker is Frederick Serafin. Hello. He is a PhD student in our lab, in the DLX Design Lab. And he will talk about his research next. And Kumi will kindly translate him.Okay, I share now. Okay. Excuse me. Okay. I just hide Zoom because... Okay, so hello everyone. My name is Frederick Serafin.こんばんは、私はフレデリック・セラフィンです。I am a PhD student at the University of Tokyo. 東京大学の博士課程の学生で。A member of the DLX Design Lab. DLX デザインラボのメンバーでもあり。And a part-time game designer in Tokyo. また、パートタイムでゲームのデザイナーをやっております。We'll introduce you to my research at DLX Design Lab through...My AI character project, Project Trevor. AI キャラクタープロジェクト、プロジェクトトレバーを通して、私が DLX デザインラボで行っている研究をご紹介します。So, in the theme of tonight's Inspire Talk, I would like to ask a quite broad philosophical question. 今夜のインスパイアトークのテーマに沿って、皆さんにとても範囲の広い哲学的な質問をしたいと思います。Is having a program an essential thing for an AI?人工知能にとってプログラムは必要不可欠なものなのでしょうか。 So, in video games, animal representation, most often as mounts, like Yoshi in Super Mario, are generally rather mechanical. ビデオゲームでは動物はよく乗り物として表現されます。例えば、スーパーマリオのヨッシーのように、どちらかというと機械的に表現されます。Animals in video games are prisoners of the rules within which they are programmed. ビデオゲーム内の動物たちは彼らがプログラムされたルールにとらわれています。If we strip Yoshi of the cute art intended to make us empathize with him, もしヨッシーから彼に感情移入させる目的で与えられた可愛らしい見た目を取り除いたら、he could totally be replaced by a robot or a motorbike.ロボットやバイクと入れ替えてしまってもいいのではないでしょうか。 What if Yoshi could have the agency to sometimes refuse to be used as a trampoline for Mario to jump further? もしヨッシーが行為主体性を持ち、マリオが遠くにジャンプするためのトランポリンとして使われるのをたまに拒否したらどうなるのでしょうか。 For example, I was quite happy to have horses that could disobey me in Zelda Breath of the Wild recently.例えば、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドで、プレイヤーの言うことを聞かない馬がいるのですが、私はそれをとても嬉しく思いました。But once they were completely tamed, my ability to empathize with them plummeted.
しかし一度完全に手段つけてしまうと、その馬に感情移入をすることは急激になくなってしまいました。I wanted my horse to be to keep fears or quirks. 私の馬には怖がったり変わった行動をし続けて欲しかったからです。Things that would give them a personality of their own. そういったものがそれぞれの馬の個性になるからです。So here I am starting Project Trevor, an AI, or should I say an AE? そこで私はプロジェクトトレバーを始めました。AI というよりも AE と呼ぶべきでしょうか。For what I aim for this project is artificial empathy. このプロジェクトで私は人工共感を目指しています。Building the heart of the AI before building its brain. 人工知能に脳の部分よりも先に心を作るということです。The idea would be to create an AI that is not programmed. 基本的なアイデアはプログラムされていない人工知能を作り出すことです。It would learn to create its own behavior on the basis of a neural network, animation possibilities, but no pre-programmed motions, and emotional observations of the player. それは神経回路網をベースとして自分自身の行動を生み出します。プログラムされてない動きの可能性やプレイヤーの感情を観察した結果も利用します。So, why is the emotional feedback loop so important in how mammalian learns? では、なぜ感情のフィードバックループは哺乳類がさまざまなことを学ぶ上で大切なのでしょうか? That's how it works. An agent can observe an environment and act upon it.それはこのような仕組みからです。主体となるものは環境を観察し、それを踏まえて行動します。Within this environment, the agent can somewhat sense emotional response from others, may they be humans or animal. その環境下で主体となるものは、どうにかして他の人間もしくは動物の感情的反応を感知することができます。From these observations, the agent can learn about the social acceptability of his behavior. それらの観察から、その主体となるものは彼の行動の社会的重要性について学ぶことができます。That's the very reason why a baby may knowingly throw something on the ground and laugh at his mother in expectation of a reaction. これは赤ちゃんがわざと物を床に投げ、母親の反応を期待して笑う行動の理由です。That's how a baby learns. このようにして赤ちゃんは物事を学びます。Stimuli, expression, and verification. 刺激、表出、検証。The model of emotion I chose for this research is the PAD model for pleasure arousal dominance. 私がこの研究に選んだ感情モデルは PAD モデルと呼ばれるものです。喜び、覚醒、優越。I chose it because most words we associate with emotions can be placed in this three-dimensional space, and as opposed to the Ekman model of basic emotions, it is not constrained by language. このモデルを選んだ理由は、私たちが感情と結びつけるほとんどの言葉は、このモデルの三次元空間に配置することができるからです。また、このような研究でよく利用されているエクマンの基本的な感情モデルとは異なり、言語による制約を受けません。For it is continuous instead of discrete and can still be used to express emotions for which we might have no word at all. その分離されたものではない、連続性のため、言語で表すことのできない感情表現に適用することができます。So just for you to make an image of the different dimension, the pleasure dimension goes from displeasure, negativity, to pleasure or positivity. 喜びの次元は不満、否定的な状況から楽しみや肯定的反応を含みます。The arousal, the dimension goes from calmness, low intensity, to excitement and high intensity.覚醒の次元には落ち着き、軽い緊張から興奮、高い緊張を含みます。
And the last dimension, dominance, is a dimension that goes from being submissive to dominant. 最後は優越の次元で従属的な状態から支配的な状態の範囲を含みます。Any emotion exists on those three dimensions together. すべての感情はこの3次元の組み合わせとして存在します。For example, negative, intense, dominant emotion would be anger.否定的興奮支配は怒り。But for example, negative, intense, submissive would be fear. 否定的興奮従服従は恐怖というようにです。What's great with this model is that it works just as well for humans and for animals, and all emotion change can be represented as vectors in a 3D space.このモデルの素晴らしい点は、人間だけではなく動物にも適用できることと、すべての感情の変化を3次元の空間のベクトルとして表すことができる点です。So, but since there is no exact correlation between how emotions are produced within us and any model of emotions, we may consider that our words for emotions are just a construct.しかしながら、私たちにどのように感情が生まれるのかと、感情モデルの間に厳密な相互関係はありません。なので、感情を表す言葉はただの構成概念だと言えるかもしれません。So, this model of emotion that I chose, is probably false. したがって、この感情モデルは正しくないと言えるかもしれません。Biologically speaking, but... 生物的な話では、生物学的な話ではです。Nonetheless, it is useful to have a grasp on these abstract sensations that us mammalians use to learn things. しかしながら、私たち哺乳類が物事を学ぶ過程の抽象的な感覚について把握するのには役に立ちます。And using those three dimensions as vector, we can create what I call a spatio-emotional exploration machine.そしてこの3次元をベクトルとして使い、私が空間的感情調査機と呼んでいるものを作ることができます。The principles are simple. 原理は単純です。Observe the player, estimate its position in the emotional space. プレイヤーを観察し、感情空間のどこに位置しているのかを推定します。Plan, where you want to bring him.Next, in the emotional space. 彼を次に感情空間上のどこに移動させたいか計画します。Then act. Do something that may bring the player in the state you want. プレイヤーを計画した状態にするために何か行動を起こします。Then observe again. 再度観察します。And compare your observation before and after the action.観察結果を行動の前後で比較します。Did the action have the expected spatial emotional effect? その行動は期待した空間的感情効果がありましたか? Well, next time, Trevor will do better. そこから学び、次はさらに良くなります。But how do we get exactly the emotional state observation?しかしどのように感情状態の観察を正確にすることができるのでしょうか? So, as I told earlier, there is no one-to-one correspondence between our emotions and the way they happen in our brain. 私が先ほど言ったように、私たちの感情と脳の中でそれが起こる仕組みについての個々の相互関係はありません。But, the limbic system, quite deep in our brain, is maybe the operating system of our memory and our thought processes.しかし脳の辺縁系、脳の奥深くにある部分ですね。それは私たちの記憶と思考過程を司っていると思われています。So, the brainstem here sends signal to the thalamus, and, which is the sensory hub of the brain. 脳幹が感覚の中心部である視床に信号を送り。The hippocampus holds on short-term memory and changes it into long-term memory.海馬が短期記憶を保持し、それを長期記憶へと変換します。So, here the amygdala creates frustration and inhibition, and that's where our negative feelings come from.
扁桃体がイライラや抑制を作り出すことが否定的な感情の由来となります。And here, that very small thing here, the hypothalamus is sending signals to our bodily function through the brainstem again. そしてこの小さな視床下部が再度脳幹を介して私たちの身体に信号を送ります。It may accelerate our heart rate, dilate our pupils, make us sweat. What we perceive as emotions is the sensations induced by these decisions of the hypothalamus.それにより心拍数が上がったり、瞳孔が拡張されたり、汗をかいたりします。私たちが感情として理解しているものは、視床下部によってこのように誘発された感覚です。And all along those process, there is a constant exchange that happens all along with the rest of the brain. そして、他の脳の部分では絶え間なく様々な相互反応が起こっています。It's a perpetual self-feeding, self-classifying, and self-constructing loop.それは永久的な自給式の分類構築のループです。Emotions are all over the place in the brain. Wanting. Sorry. はいはい、どうぞ。ありがとう。感情は脳の至るところにあります。Wanting to crack emotions from the brain activity is like wanting to crack the way the whole brain functions.脳の活動から感情を理解しようとするのは、脳の働き、すべてを解明しようとするようなものです。And the worst is, it's different for everyone. そしてその働き方は人それぞれ異なるのです。But the brain to communicate with other humans must filter the emotional information. しかし脳は他の人とコミュニケーションを取る際、感情の情報をフィルターにかけなければなりません。And the facial nerve connected to the brainstem is our most direct connection to how the brain processes emotions. そして脳幹につながっている顔面神経は脳が感情を処理する際最も直接的に反応が表されるものです。So instead of using EEG, which are too noisy, ノイズの多い脳波検査を使用する代わりに instead of using GSR, galvanic skin response, which is too slow to respond,反応の遅い電気皮膚反応を使用する代わりに Instead of using camera recognition, which poses a lot of problems of privacy, プライバシーに問題のある顔認識カメラを使う代わりに Why not try to decode information sent through the facial nerve? 顔面神経を通して伝えられている情報を解読してはどうでしょうか So,This is a work in progress, but I have been designing a sensor and an AI program that allows me to do just that. これは今進行中のプロジェクトで、その機能だけに特化したセンサーと AI プログラムのデザインをしています。By associating signal chunks and labels of emotional state, I built a kind of emotional estimator. 信号のまとまりを感情状態のラベルと関連付けて、感情推測装置を組み立てました。Of course, ideally, way more data would be necessary to achieve better results. もちろん理想としてはより良い結果を得るためにもっと多くのデータが必要です。But all the building blocks for building Trevor are there. しかしトレバーを作るための材料はすでに揃っていると言えるでしょう。So now let me introduce you to Trevor's prototype. それではプロトタイプのトレバーを紹介させてください。Okay, hello. So...Let me introduce you to Trevor. So basically, you have three sliders here that are interpretations of my basically of electrodes that I have here under my headset. And those electrodes via machine learning algorithm are transforming the EMG data into a description of my emotional state as a 3D vector. So the three dimensions here are in blue the intensity, in green the positivity, and in purple the dominance.So let me show you now how Trevor reacts
to those emotions. So Trevor can control synthesizer voice, as you can hear. He can control the size of his eyes. Oh, sorry. He can control the shape also of his eyes. So basically, that's what Trevor can do. Well, it's rare that he goes that much high in terms of pitch. It's the first time I hear him do that. But Trevor absolutely decides of everything in terms of his behavior. And so that's what basically Trevor can do. So for the synthesizer, he controls the envelope of the sound and the pitch. In terms of, and also some texture parameters. And so it's really a minimal amount of parameters that Trevor is able to control like this. But as you can see, it kind of generates already some rich behaviors, in my humble opinion. So that's it for Trevor, and thank you for your attention, and I hope that you found that presentation interesting. Thank you very much. Okay. This was the end of the presentation. And thank you very much again. All right. 最後の映像を簡単にまとめますか？いいですか？はいはい。大丈夫ですか？多分最後の映像の部分なんですが、フレデリックがつけてたヘッドセットと、あとそこに電極が入ってる装置だそうで、それを介して集めた EMG データ、すみません、ちょっと勉強不足で、正しい訳がちょっと分かんないんですけど、EMG データというものを集めて、それをマシンラーニングとアルゴリズムを使って分析して、先ほどプレゼンテーションの中で出てきました PAD モデルですね。この3つの、喜びと、支配と、何でしたっけ、PAD データ、覚醒ですね、その3つのパラメータがその青と緑と紫の、スライドに配置されてまして、それ、フレデリックの表情をこのトレバーが読み取って、その3つのスライドに数値として変換して、それによってトレバーの大きさが変わったり、目の大きさが変わったり、人工の声も持ってまして、その声の高さなどが変わったりするそうです。こんな感じで、すみません。ありがとうございました。すごい翻訳。すみません。All right, thank you very much, Frederick. Thank you. All right. How do I? Okay. Our next speaker for tonight is Hazamu Yamazaki-san. Co-founder and CSO of Empath Inc. It's a company that develops an AI that can recognize your emotion by listening to your voice. And regardless of the language you speak, it can guess your emotions. So please welcome Hazamu Yamazaki-san.
Thank you for introduction. ありがとうございます。じゃあちょっと私の方の、まあ、2度続けて感情かよっていう感じかもしれないんですけど、ちょっとお付き合いいただければと思います。ちょっとスライドの方画面共有させていただきながらですね、お話しさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、スライドの方見えていますかね。私はですね、山崎と申しまして、音声から感情解析をする人工知能のエンパスというものを作っているあの会社の共同創業者の一人です。で、私はですね、もともとは東大の駒場というところで比較文学の専攻というのをですね、PhD までやっていたんですが、マスターぐらいからですね、飲み屋街に出かけるようになりですね、新宿のゴールデン街というところで今の共同創業者と出会って、気づいたら PhD を辞めてですね、スタートアップの世界に足を踏み込んでいたという、なかなか変わった軌道を歩んでいるようなものでございます。で、主に海外の展開等を、まあ、担当しているというような形です。で、何を作っているかというと、エンパスという、ですね、音声から感情解析をする人工知能を作っているんですが、こちら多分ご覧いただいた方が、早い、理解が早いかなと思いますので、ちょっとデモさせていただければと思います。今ですね、左下に4つの顔文字がある、アプリケーションを動かしています。黄色が喜び。緑が平常、赤が強い怒りや主張、で、青が悲しみや戸惑いです。で、これ、ビデオではなくてですね、今、私が喋っている音声を、まあ、リアルタイムに拾わせることによって、感情をですね、人工知能の方に推定させているといったことをしています。で、まあ、若干プレゼンに自信がないと青が出るんですけど、今まさに青が出たのでちょっとドキッとしたんですが、まあ、緑に戻ったのでだいぶ感情が平常に落ち着いてきたかなと、はい、なので、まあ、ちょっと皆さんに私の感情を見せるという非常によくわからないことを今やらせていただいてるんですけど、これを使ってビジネスをさせていただいてます。で、じゃあ実際何に使うのかっていうところだったり、どんなものなのっていうところだったり、あとはこれがですね、まあ、引き起こすような倫理的な問題、それに対して民間企業としてどうやって対処しているのかといったようなことについてお話しさせていただければと思います。で、どうやってこれを作ってるかというと、まず音声データ大量に集めてきまして、それに対して、ラベルですね、アノテーションというような形で、それがどういう感情値なのかというのをペタ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 ですね、喋ってる本人と、あとそれを聞いてる評価者複数人で貼っていき、音響的な特徴量というのを抽出してですね、で、機械学習モデルでですね、まあ、実際のアルゴリズムだったりっていうのを作っていって、それを実際のアプリケーションに、転用していくというような形になってます。で、メンタルヘルスケアの領域でもともとですね、始まったような会社でして、そこから拡張する形で自動車の音声アシスタントですとか、あとはロボットであるとか、あとは昨今ではかなりコールセンターという領域に僕ら注力しています。で、まあ、大体2400社50カ国ぐらいで使っていただいてますと。で、日本の会社なんですけど、比較的海外から火がついた会社でして、ピッチコンテストといわれる、まあ、スタートアップのプレゼンテーションのコンテストがあるんですけど、まあ、これでまあ日本の代表としてですね、まあ、ピッチコンテスト嵐というのをやって、過去10回ほど優勝してですね、まあ、大量に賞金を稼ぐということをやらせていただいた結果、ピッチコンテストに出禁になりつつあるというような形になっていて、海外から火がつき、日本にも転搬していったというような形です。で、メンバーは、まあ、比較的、国際色豊かなチームでやらせていただいてまして、まあ、CEO の下地と私の山崎は共同創業者です。で、アルゴリズムを作っているのはフランスからサラという人間が音声の感情解析のスペシャリストとして来ていて、あとオランダからステフという人間が来ているんですけど、彼が表情の感情解析のですね、専門家で、まあ、将来的にはマルチモーダルな感情解析をやっていこうと思っています。あとは変わったところではですね、アーティストのですね、スプツニコも今入ってもらっているんですが、後ほど彼女とやっているような取り組みに関しても紹介させていただければと思います。
で、まあ、サクッとコールセンターで何やってるかっていうところもご紹介させていただきます。コールセンターでよくある問題として、そのお客様がですね、通話に対して満足しているかどうかっていうのを知りたいけど知れないっていうようなことがありまして、そこでそのコールセンターに溜まってる音声データを感情解析プラス、その顧客満足度を測定できるようなアルゴリズムというのを作ることで、実際の顧客満足度測定っていうのを、まあ、自動でできるようなものを作ってまして、まあ、どのお客様に対してフォローアップすべきかとか、あとは管理監督者の労働時間やコストを削減していくっていうようなことをさせていただいてます。最初の本間先生のプレゼンテーションにもあったかと思うんですけど、まあ、シナリオとか価値観を決めていくっていうようなことがあったと思うんですが、まあ、我々の場合そこをコンテクストを決めていくというような形で、まあ、汎用的にもちろん使えるケースのようもあるんですけど、まあ、より精度を高めるためにはコールセンターの中での顧客満足度みたいな形でコンテクストを狭めてあげていくことで、精度というのを高めていったり、あとはプラグマティックな実用性というのを高めていくというようなことをさせていただいてます。あとはよくあるのはクレームを自動で検知してですね、お客さん怒ってる時に管理者の方にアラート流してあげたりですとか、あとは最近在宅になってからよく問題になってるのがメンタルの問題ですね。特にオペレーターの方がメンタル不調で辞められてしまうというようなことがよくございまして、これ実際のデータなんですけど、赤が組織の、まあ、モチベーションのラインで、下のグレーが辞めてしまった方のデータなんですけど、やはり2週間以上ですね、継続してモチベーションのレベルが下がっていると実際に離職が発生するようなことがあるので、まあ、こういった場合アラートを流せるような仕組みを作ったりしております。でここからじゃあ感情解析も含めて、まあ、いわゆるその人工知能というものの、特にその知能という言葉がですね、まあ、比較的強い言葉なので、まあ、それがかなり誤解だったり脅威を生む、まあ元になっているんじゃないかなということがありますし、さらにそこで感情が解析できるとなるとなかなか突拍子もないことを言っているように見受けられることもあるんじゃないかなと思いますので、ちょっとここを現実レベルで落とし込みつつ、どういった論理的倫理的な問題もあるのかなということを後半お話しさせていただければと思っています。まあ、よく知られた例ですけど、例えばアラン・チューリングのチューリングマシーンのですね、モデルだと、文章のやり取りをしているときに、コンピューターと人間と返答したものが区別をつかなければ、それ、コンピューターに対して知性があると、まあ、認めようというようなことをですね、まあ、一般的には言ってるわけですけど、やはりここで言われている知性っていうのが、まあ、本当にその、いわゆる知性なのか。つまりここでよく言われるのは、そのテキストの応答はできているけど意味内容は理解できているのかというのが、まあ非常に怪しいというようなことが議論になりまして、まあこれも非常に有名な議論かと思いますけれども、哲学者のジョン・サールがですね、思考実験として中国語の部屋っていうもので、そのチューリングマシーンのです、チューリングテストのですね、反駁するような思考実験を持ち出したんですけど、中国語を分かっている人っていうのは中国語で手紙を部屋の中に入れると、で部屋の中にはですね、中国語は全くわからない英語話者の人間がいて、ただ辞書というかですね、マニュアルを読んでボックスの中からカードを組み合わせて作って返答すると。でそうするとそのマニュアル通りの指示に従うと、意味が中国語の意味は分かってなくてもですね、メッセージの送信ができる、応答ができるということになっていて、箱のです、まあ、箱というかここでは部屋ですけど、その部屋から出てきた回答を見て中国語でメッセージを渡した人は、お、中にいる人は中国語どうやら理解しているらしいというふうにはまあ判断がされると。ただし、まあ、これは実は極めてですね、先ほどのチューリングテストっていうのを皮肉っている例でもあって、実際に中の人は意味内容を理解しているわけではないんですよね。なのでそれでもこれを知性と言えるのか、考えて言えると言えるのかっていうのが、まあ、やはり昨今の例えば自然言語処理の技術等々でも問題になっていて、まあ、その実用的な観点から例えば対話マシンとかっていうのは応答できたりすると思うんですけど、だからといってそこに知性があるというのは極めて強い言い方になってしまうんじゃないかなっていったところも、やはり昨今問題になっているかなと思っています。と同時に我々がやっているような感情解析の領域っていうのはアフェクティブコンピューティングと言われている領域です。で知性というところに関しても先ほどのような疑いが差し挟まれたと同様に、さっきのですね、フレデリックのプレゼンテーションにもあったようにですね、感情ってじゃあどこまで本当に分かると、その構成主義的なところから考えると、そもそもこれって捕らまえることができるんだっけ、機械に、そもそも人間でも難しくないかっていうところがあると思うんですけど、これどういう設計でここでは感情というものを、まあ、推定しようとしているのかというところもお話しさせていただければと思います。
もともとですね、基礎研究レベルで言えば1970年代から我々がやってるような音声の感情解析っていうのがあったんですけども、まあ、こういった感情解析の技術が爆発的にですね、注目度を上げるようになったのは、まあ、1990年代後半に MIT メディアラボでですね、ローザニ・ピカードという、今もMIT メディアラボにいますけど、彼女がアフェクティブ・コンピューティングという本を上司しまして、まあ、そこで人間の感情をですね、センシングするコンピューターというような概念っていうのを、まあ、大々的に一冊の本にまとめたんですね。で、まあ、その結果どのような技術が出てきたかというと、まあ、有名なところでは表情から感情を解析するっていうところでもそうですし、あとはテクストの内容自体から感情を推定するっていうセンチメントアナリシスのようなものも出てきましたし、まあ、ウェアラブルで呼吸だったりですとか心拍だったりっていうのを測定することで、その人の心的状態っていうのを外側から推定する、ポイントは外側からっていうところですね、ような技術がかなり出てきたというところになっていて、我々の技術というのもそういった文脈の中に入ってきています。で、先ほど外側といったところを強調したのはかなり意味がありまして、これは、まあ、いわゆる心理学的には行動主義のですね、考え方に非常に近い、まあ、というかもうほぼそうなんですけれども、中がどうなってるか、つまりあくまで脳の状態とかっていうのをもちろん探ることはできるんですが、先ほどのフレデリックの話にもあったように、どこかと一対一対応するっていうことは明確に分かってるわけではないので、脳状態に還元するっていうこともですね、まあ、非常に難しいと。で、何をしてるかっていうと、これは僕ら普段が人間が行っている他人の心を推測するモデルっていうのをコンピューターに実装させてですね、例えば誰かが泣いているというのを見たときに、あの人は悲しそうだなみたいなところっていうのを推測しているのであって、本当の心的状態っていうのはブラックボックスのまま扱っていると。ただ外的に見えているところだけ一旦推論の材料として扱おうというのが、まあ、我々の技術の発想でもあるんですね。また、確からしさというところでは、ここは結構今言ったようにですね、ブラックボックスのものを外側から聞こえたものに対してアノテーションを貼っていくというところの難しさがありまして、例えば先ほどのですね、トマ先生の例でも上がっていましたけど、まあ、猫というふうに機械が認識をするっていう時にはですね、その猫という、例えば画像データには猫というふうに一時的な回答が決まってるんですけど、ある音声やある表情を見て、それが悲しみであるとか怒りであるっていうのは一時的には必ずしも決まらないわけですね。やっぱり割れることもあるわけですし、文化差っていうのもあったりするわけですね。だけど僕らはそういったラベルっていうのを複数人の評価者を立てることで、まあ、おそらくこうだろうっていうふうに、まあ、推測させるっていうモデルを作っているので、ある種これは主観的なラベルの貼り方にどうしてもならざるを得ない、どれだけ評価者が多くてもですね。なので、そういった意味でこれは猫だと当てるというのとはかなり意味が違って、ある感情だと当てるのではなくて推測をさせるっていうようなところっていうのを、まあ、我々強調してます。なので、一部のですね、こういった感情解析の技術を扱っている企業は深層心理を把握しているというふうに、どうしてもマーケティングだったり PR 上歌ってしまうことがあるんですけれども、ほぼほぼそういったことは実はなくて、あくまで他者の心を推測するっていう我々が普段やっているモデルっていうのをコンピューターに実装させています。例えば顔が見えなくても電話越しで話しているときに、なんとなくその人が悲しそうだなとか喜んでそうだなってことを僕ら分かると思うんですけど、そのなんとなくの部分っていうのを機械に分からせてあげることによって、アクション、そのですね、推測を通して人が人に対してアクションを行うきっかけ作りをしてるんです。例えば先ほどのコールセンターの事例で怒りを検知する、クレームを検知するという事例もありましたけど、これはそういった推測っていうのをしてあげることで、困ってるオペレーターさんに対して管理者が手を差し伸べられる、そういったアクションを行うきっかけ作りをしているっていうところで、もちろん本当は起こってなかったっていう可能性もゼロではないんですね。なので、あくまでその推論に基づいてそれをもとにアクションを起こさせるっていうような仮定のテクノロジーなのであって、深層心理の把握ではないのだっていうところで、何か心を読み取られているといったような脅威論みたいなものっていうのは退けられるべきだということが分かるかなと思います。ただ今言ったような問題から、やはりですね、人工知能に対して、また感情解析を扱う人工知能に対してですね、やはり倫理的なジレンマっていうのを抱かれることも非常に多くてですね、まあ、ちょっと古いデータではあるんですけど、やはりディープラーニングの技術が広まって爆発的に AI っていうのが扱われるようになってから、倫理と AI というテーマでですね、語られるようなことっていうのが非常にニュースの中でも増えてきているという現状があります。
で、我々はこういった状況に対して、民間企業としてどういうアクションを取るかっていうところで、ちょっと大胆なことをしてみました。多くの企業っていうのが AI 脅威論は唱えるんですけど、自社のですね、プロダクトに対して脅威論っていうのを描くことほぼないんですね。なんですが、僕らはあえてエンパスというこの自社製品が引き起こしうるディストピアっていうのをみんなで考えてみようというようなワークショップを行ったりすることで、テクノロジーの用途の善悪自体っていうのを公共的に作っていく、パブリックに開くことによって皆さんからの意見をもらうことで、このテクノロジーっていうのは何に使ってはダメなのかっていうようなところっていうのを議論していくっていうような方向性を開きたいと思って、あるワークショップを実はですね、デザインアカデミーでやらせていただいたことがあります。で、そこで、ですね、このディストピアを考えるっていう時に僕らが使ったフレームワークはまさにスペキュラティブデザインで、これを使った時に想像しうるディストピアの未来を描くことによって、その先のアクションっていうのを推測してみようっていうことをやってみたんですね。で、それを我々のアドバイザーとしてアーティストとして参加してくれるスプツニクとですね、昨年の4月にデザインラボでやらせていただいたんです。何をやったかというと、音声の感情解析の技術を使ったらどんなですね、やばい未来が描けるか、ディストピアが描けるかっていうのを各グループに発表してもらいました。で、こんな形でワークショップを実際に実行していただいて、そこで結果をプレゼンしていただいたんですけども、面白いものの中には、そのこの昨今のですね、コロナの状況になってから、Zoom 等々を使ってウェブミーティングすることが増えたかと思うんですけど、ウェブミーティングアプリ、スマイルというようなものを考えてくれた人がいて、ずっと楽しそうな声で、楽しそうな表情で会議に出ていないと、それが査定に響いて給料が上がらないような世界っていうのを描いてくれたんですね。つまりこれを感情解析みたいなものを使って、そのパフォーマンスを可視化したりですね、監視するような方向に行ったり、あとはそれが HR の領域で、例えばですね、人を採用するときに、悪意を持って使えてしまう世界になってしまうと、常に笑ったり常にいい声を出して演じていなければいけないという形になって、本当の心っていうのを見失ってしまうんじゃないかっていうディストピアを描いてくれたんですね。なので我々としてはこういったことを受けて、例えばその個人のメンタル状態みたいなのを可視化したとしても、個人として出力するのではなく、チーム全体のモチベーションが下がってるよみたいなことを上長に伝えることによって、上長がですね、チームに対してアクションを起こせるような仕掛けを作るとか、ある個人にスティグマ化させるのを避けるとか、そういった使い方っていうのを実際にですね、思いつくきっかけにもなっていったようなワークショップでもあります。また手前味噌ではあるんですけど、我々そういった形でそのテクノロジーと倫理の問題っていうのを考えていく中で、この中になってですね、アイドルアウェイというようなウェビナーというのもやらせていただくようになって、やっぱりこの世界の中でどうやってそのテクノロジーをこれから使っていくかという中で、東京発で世界のアーティストだったり技術者を呼んでワークショップというかですね、ウェビナーを行っていて、ちょうど今週の月曜にシリコンバレーからアップルのプロトタイプデザイナーかつアーティストのジアバオリーっていうのを呼んでですね、スプツニコと私と3人でお話しさせていただいて、その中ではスペキュラティブカリカチュアと題して、彼女が昨今のコロナの情勢を受ける中での政府の責任転嫁の状況っていうのをビデオ作品でまとめたようなものがあったので、それを題材にそのテクノロジーとアートと政治っていうようなもので議論させていただいたりしてました。こういうのを月1回やってまして、次回はですね、ベルギーからヤスナーというアーティストを呼んでくるんですけど、彼女は我々の感情解析の技術を使ってですね、宇宙服を作って、その宇宙服っていうのは宇宙空間の中でのですね、宇宙飛行士ってどうしても一人でいることが多くて、メンタル状態っていうのがなかなか把握できないままですね、精神疾患になることもあるというので、それを服で表現するというところでデバイスを、我々のも組み込んでいただいて、ちょうど2月にヒューストンの NASA で展示されたんですけど、この状況っていうのが、現在我々が置かれているようなですね、隔離の状況っていうのと極めてその宇宙飛行士の生活の状態が近寄ってきているというところから、どういったインサイトがですね、こういったファッションテックとかける感情解析から今の状態に、メンタルヘルスの領域に生かせるかというようなことも今考えていて、6月29日にやるといった形です。はい、最後に簡単に宣伝だけさせてください。我々結構インターンの学生と一緒にこういったサポートをやらせていただいていて、今日も学生の方多いんじゃないかなと思いますけど、日本の大学限らず世界中の大学からですね、インターンシップの方が来てくれていて、イギリスの UCL であるとか、コロンビアであるとか、トロントとか、テンプルとか、日本の大学からもいろいろ来てくれているので、もしご興味あったら、CV を送っていただければですね、実際のデータ解析であるとか、
あとはテクノロジーとリーンに関するウェビナーといったような PR のところにも携わっていただけるので、ご興味あればご連絡いただけますと幸いです。はい、私からのプレゼンテーションは以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。Okay, thank you very much, Yamazaki-san. We have lots of people clapping in our chat room. All right, so our last speaker for today, last but not least, is Sarah Teasley. She's the head of program of history of, she's the history and of design, head of program from the Royal College of Art. So please welcome Sarah. 皆さんよろしくお願いします。ティーズリーです。パソコンがちょっとおかしくなって皆さんがちょうど見れないんですが、スライドショーはちゃんとご覧になれますでしょうか。ご覧になっていると思いますが、私は実は、駒場出身のもので、ちょうど、20年前に、駒場の表彰文化論の博士課程を入ってもので、よく、三軒と民芸館の間の道路を、自転車で通ったりしたものです。まあ、その後はアメリカで働いて、10年ぐらい前から、ロンドンにある美術系大学院大学ロイヤルカレージオアートに、その職に就きました。今デザイン史研究科というところで勤めております。今日は、その AI or notの AI という問題について、デザイン系歴史学者の観点を発表させていただきます。そのデザイン系歴史研究者とは何だということも、後で説明しますが、まず、2年前に、ロンドンの、インペリアルカレージという、理系大学の、学者何人かと一緒に、やったコラボレーションについて、まあ、それをケーススタディにして、今日発表します。サラ、聞こえますか？スライドが共有されてないみたいなんだけど。ああ、そうなんですか。はい。じゃあ、もう一度、すいません。ちょっとモニター2つを使って、で、モニターをの、場所をちょっと変えてみたんですが、そうしたらダメですよね。じゃあ今はどうですか？あ、OK です。はい、じゃあ。あれ？あ、よかったです。OK。その、実験っていうのは、私たちデザイン史の研究者が、インペリアルカレージの進化生物学者と、インペリアルカレージの、AI 研究者、3グループを、一緒になってちょっと実験してみようかという話から始まったんですけど、その、なぜ、一緒になって研究しようという話になったというと、まあ生物学者はよく AI とコラボレーションをするんですけど、歴史学者がまず、生物学者と研究一緒共同研究するのは、ほとんどないですよね。で、デザイン史あるいは、まあ、歴史全体が AI と一緒にコラボレーションすることも、これまでは非常に少ないです。まあ、文化も違うというか、なかなかコラボレーションはしません。だが、考えてみると、進化生物学と、歴史は、両方とも分野として、人間あるいは動物あるいは、まあ、世界の進化、あるいは世界の変化を、理解しようとしている分野です。だが、その、なんていうか、視点が違う。だから、一緒になって、共同研究を、まあ、実験的にすれば、何が出てくるかという話から始まって、まずは、だから、まあ、その目的は、研究方法の開発が第一の目的でした。まあ、要するに、その歴史学者とか人間によるものの歴史作業と、機械学習によるものの作業、ものの、分析作業をクロスすれば、まあ、何が出てくるのか。で、進化生物学者の、目からは、まあ、そうしたらより正確な歴史感は出るのではないかという意見があって。つまり、人間は弱い。人間は主観的。
それに対して AI を使えば、そのデータの量さえかかってみれば、より正確な歴史観は出てくるのではないかという仮説がありました。で、第2の目的は、単に超領域的な共同研究をのプロトタイプが開発すれば、それは他の研究者、あるいは他のスタートアップなどにも、利益になるのではないかという考えがあった。そうしたら、つまりその歴史学と、機械学習と進化生物学という3つの価値観の異なった視点をクロスしたら、どうなるか、つまり研究は、その共同研究は可能かどうかという、かなり基礎的なところから始まったプロジェクトでしたけど、メンバーは、この3グループでした。Sarah, yeah. Sorry to interrupt. We see the presenter slides. So I think you have two windows. You have the presenter mode and you have your main. So if you can switch. Yeah, I'm having trouble with the monitors. Otherwise I have to look like that, which doesn't look great. Can you try and share the window instead of the entire monitor? It sometimes works better. Yeah, let me go out and see if I can fix sorry. this. Sorry for the interruption. Sorry, わかった。すみません、皆さん。ちょっとモニターと今イギリスはまだ午前中で窓からの光がすごく強くて、いつも使っているモニターを使うとちょっと画面が見れなくて、それでちょっと、もう一度やってみますと、まだダメですよね。今大丈夫そうでしたよ。あ、そうですか。今これで、そうですね、スライドシェアモードにしたら、スライドシェアモードにすれば、はい。ははは。あ、でもそっか、スライドショーの時になってしまったんですよね。スライドショーのところに戻ってもらって。今どうですか。あ、今完璧です。はい。多分モニター切り替えていただいたので。なんていうか、ズームがまだ、あまり使えないもので申し訳なくて、ズームとパワーポイント。はい。じゃあ、研究グループが、3つあって、まずは、RCA にある、デザイン史研究者数人、修士課程が、博士課程の学生と私が、チームになって、あとは、インペリアルカレッジで、進化生物学を研究されている、ルロア先生が、進化生物学の、の知識を持って。で、第三のグループは、インペリアルカレッジの、サリマ・アルスランという、生物医学的コンピュータ画像処理の、専門家が一緒になってプロジェクトした。で、今気づいているのは、なんで私たちがこのプロジェクトをやってみたというのをあまり説明してないんですけど、後で出てくると思います。まず、なんで私たちは、AI を使おうとした。なぜ私たちは、進化生物学者と一緒にコラボレーションしようとしたというと、私たちは、基本的にデザインという観点から、歴史をやってます。私が所属しているデザイン史研究科は、国立博物館の研究機関、である、B&A の、研究、リサーチデパートメントと美術系大学院大学の、RCA のコラボレーションとしてスタートした学科で、基本的にはデザインのようなメッシーな、想像を元にした問題問いを元にした、歴史をやってます。
一部では、まあ、デザイン及び物質文化的な視点による技術史、経済史、政治史などの歴史を書いている、まあのそういう研究もやってるんですけど、その基礎になっている根本的な観点になっているのは、まあ、UX のような、まあ、人間と環境 の, 総合作用にがという観点です。だから例えばその政治史とか文化史を研究しているときは一般的な人々は例えばなんていうか買い物するときにどういう経験をしているとか洋服を着ているときにどういう経験をしているとか、まあ、そういうもともとなんていうか経験をもとにした歴史観点で歴史をやってます。で、まあ、そのためにはデザインからかなり の, まあ、方法を使ったり科学のような実験も使ったりしてます。なんかちょっと変わった歴史分野で基本的には、まあ、UX の観点から歴史学をやってみればどうなるかという、まあ、学術的な研究をやってます。でもう一つすごく重要になっているのはソーシャルプラクティスという観点です。でこれもすごく、まあ、デザインの中にも入っているんですけれども、私たちがやっている歴史研究は学者に対してやっているだけではなくて博物館のオーディエンスとかデザインのユーザーとか私たちが住んでいるコミュニティに対してあるいはコミュニティと一緒に、研究をしています。だから学生のプロジェクトと私たち研究者のプロジェクトも基本的には、まあ、コラボレーション系が元になってアーカイブでアーカイブで、研究したリサーチをパフォーマンスという形でオーディエンスとシェアしたりとかミュージアムとパートナーしてインタラクティブあるいは、まあ、イマーシブのインストレーションを作って歴史なんかなんていうかその過去的な体験を現在のオーディエンスに伝えようとしているような、まあ、またちょっと変わった歴史学です。で最初の、今日の、セッションの最初に小沢さんは DLX はデザインアプローチによるデザインアプローチによる X と説明なさったんですけど、まあ、要するに私がやっている、歴史研究はデザイン的な歴史研究だから、まあ、実験的な研究、企業家的な研究共同的な研究超領域的な研究が主になってます。だから、まあ、よく RCA のあるいはロンドンの他の機関と一緒にパートナーして共同研究やったりでそういう時はその歴史学者は何ていうか過去の歴史過去の何か の, 歴史を書くんではなくて歴史学的な、シンキングを利用して現代の問題解決に向かって共同的に研究するようなプロジェクトが多いです。だから私たちがやってるのは単に歴史学ではなくて歴史学の観点からデザインあるいは、まあ、ソーシャルプラクシスにも、参加してます。すいません、あまり最近は日本語を喋ってなくてあまり綺麗な日本語ではないことで申し訳なくてまあ、それが、まあ、私たちがなんで生物学とか AI と一緒にコラボレーションしてみたかったという、まあ、根本的なところです。で戻ると、そのインペリアルカレッジのルロア研究所は、まあ、進化生物学が中心なんですけど、数年か前から、ルロア先生は、進化生物学の、観点から人間の歴史も書けるのではないか。要するに人間の、まあ、人体の歴史だけではなくて、文化史も書けるのではないか。だから進化生物学と AI によってポップミュージックの、思考が分かるのではないか。で今回はルロア先生は文化財とか、まあ、そういうなんか建築とか物とか の, 人間の思考も AI による、進化生物学の、方法を使えばそういう私たちのテリトリーも、把握できるのではないか。
と提案したのですね。で、その提案を聞いて、私は、いや、それはちょっと無理じゃないか。なぜかというと、他の方々の発表にも出てきてるんですけれども、まあ、そのなんか人間のメッシー性、あるいはなんかその社会条件を AI で理解すると、まあ、まだ限界はある。それは、まあ、量の、限界、AI のプロセスの量にも限界があったりとか、その、データのパラメータを全部、把握して、全部入力で、全部、まだ、把握できないから入力だができない。そうしたら、アルゴリズムも、ちゃんと、事情は把握できないという問題が実際発生してます。まあ、ちょっと、喧嘩にもなって、私と、ルロアさんが、ある、トークで、パブリックに、喧嘩になって、で、じゃあ、それをもとに共同研究しましょう。要するに、その進化生物学との観点と、歴史学の観点は、クロスできるのか。で、その AI、要するに、機械学習を使って文化財の歴史はわかるかどうか。という基礎問題が中心で、ケーススタディは何かというと、まあ、これでした。これは、イスタンブールにある、トップカピ球場なんですけど、トップカピ球場は、中世の建築として、イズニクタイルという瓦。がドサッとあって、で、そのイズニクタイルは、まあ、高級品なんですけど、それと同時には、大量生産のもの。だから、その大量生産のタイルを利用して、コンピューターによる画像認識システムの AI を使って、そのタイルの変化は分かるかどうか、という、実験でした。これが、そのタイル。で、そのタイルの中には、まあ、皆さん、チューリップはよく、イスタンブールとかに行けばよく見るんですけど、とわかるだと思うんですけど、じゃあ、そのチューリップの形態の変化を見れば何かはできるかどうか、何かわかるかどうか、という、まあ、研究。で、その最初の研究方法は、河原のチューリップ600個を手書きでマッピングして入力。そのマッピングしたチューリップを利用して、深層学習のアルゴリズムを選択して、そのアルゴリズムを利用して、形態の変化を明らかにする。まあ、目的だったんですけど、まあ、あとはその機械学習の、画像処理による結果と、私たち歴史学者が既に知っている知識を比較して、アルゴリズムを反復。というのが最初の研究方法でしたが、問題がすぐに起こりました。で、その問題は何かというと、歴史学者として、それが簡単すぎるというか、ただ、その形態が時代によってどう変わったかというのが面白くない。歴史学として、私たちが知りたかったのは、じゃあその経済理由とか、経済的理由とか、技術変化とか、階層によって人々はどういうのが思考になってたとか、そういうよりファジーな問題で、単に形態がどう変わったかには全く興味ない。という、ちょっとこうになったことがあって、そうしたら、こういうことになりました。研究方法も反復して、新しい研究方法は、まず、まあ、その河原のチューリップ600個を手書きでマッピングして入力するのは変わらなかったんですけど、で、アルゴリズムを利用して、模様の、模様の形態をに、形態その変化を、変化を理解するのではなくて、その AI によってチューリップ模様の変化が理解できるかどうか、認識できるかどうか。で、その認識できるシステムね、政策が、結局目的になりました。だから、それは、まあ、AI 研究者の目的になった。と同時に、歴史学者の では、まあ、デザイン系人文学と進化生物学と生物医学的コンピューター画像処理の共同作用のあり方、つまりその、なんていうか、共同研究ができるかどうかだけではなくて、もうやると決めたら、やるしかないから、どうやって、成功的にできるかという、まあ、のが問題になりました。
で、結局、プロジェクトはちょっと中断になって、やっぱり、まあ、誰これがサイドプロジェクトとしてずっとあったプロジェクトで、そのやっぱり文化の違いが割と大きくて、面白い、なんていうか、その面白い富が持ったところが別々にあって、じゃあそうしたらプロジェクトを最後まで持っていくのがなかなか難しかったです。で、まあ、いつかはまだ再始しようと思ってるんですけれども、まあ、中間的な成果はというと、まずは、文化の際によるプロセスデザイン問題の解決が必要。だから今回プロジェクトがなかなか進まなかった第一の理由は、その目的が違うからプロセスデザインがどういうプロセスをデザインすればっていうのも違う。違って、結局元に戻って一緒に話して一緒にプロセスをリデザインしないといけなかったことが大きくて、それに時間がかかりました。で、そのだからそのプロセスデザインの基礎は主観的な価値観が形成するというのが、まあ、大きな、もうすでにみんな理解しているところなんですけど、はっきりと出てきた成果でした。で、そうしたら、まあ、そのプロセスデザインの基礎は最初に共同的に決定しないといけないことが重要。で、これもまあ皆さんもすでに知っているでしょうと思うんですけど、なぜ、だから、なぜ今日この AI を、その AI or not to AI というセミナーに持ってきてるんです、持ってきてるというと、まだ AI の世界ではあんまり人文の意見は入ってないという気がしてます。だからエンパスのような、研究、今日皆さんのような研究を聞いてるとすごく嬉しい、まあ、嬉しく考え、感じてます。なぜかというと、まあ、AI 研究にこういうようなデザイン的なファジーな人文的な問題意識も入ってきているというのが、まあ、その証拠になってますが、より多くの AI 研究にはそういう進展はまだなってないという気がしてます。で、これは私たちではなくて他のコラボレーションの、研究報告とか研究論文を見てると同様な結果が出てます。で、これはすごくデザイン的な問題にもなってます。というと、まあ、デザインでは30年ぐらい前からデザインはデザイナーが社会に対してやるものではなくて社会と一緒にやらないといけないことだという意識が広がって、まあ、私たち RCA とか DLX ではよくもう何ていうか基礎的な考え方になってます。だから、まあ、私の提案は AI or not to AI という問題よりは How to AI という問題が重要だというのが提案です。で、How to AI というのは、まあ、インクルーシブに共同創造を使ったあるいは 多世界的なデザイン、要するにデザイナーが中心とか AI 研究者が中心になるのではなくて、ユーザーが中心になってどういう AI が欲しいとか、だけではなくてその AI のプロセスの最初の設計から関わらないといけないというのが、まあ、インクルーシブデザインのプリンシプルを AI とデザインに持っていけば、まあ、そういう結論になるのではないかと思います。以上です。下手な日本語で申し訳なくて、まあ、以上です。All right. Thank you very much, Sarah. I think next, we wanted to do a short, talk session, which will be led by Sayuri and Honma sensei. So, yeah.Please go ahead. The microphone is all yours. Yeah, sure. Thank you. 本間先生。はい。すみません。トークセッションに入る前に、はい。フレデリックから、はい、今日参加されている皆さんに質問があるということで、はい。投票の用意をしてたんですけれど、それを先にちょっとやってみてもいいでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしいですか。はい。はい、
すみません、そしたらちょっと初めてなのでうまくできるかわからないんですけれども、はい、フレデリックから皆さんの回答を知りたいということで、うんうん、お、来た来た来た、見えてます？はい、見えてます、僕は。あ、はい、そうしましたらちょっと皆さん回答をいただきたいんですけれども、結果は匿名で表示されるので大丈夫です、うん、あ、どんどん来てますね。もうあと1分ぐらいで締め切ります。今って皆さんも見えているんでしょうか、回答。が入ってきてるのか、見えてないのかな。あ、じゃあ嬉しいです、それ。今見えてます。あ、はい。じゃあこういう結果になりました。はい、なんかなんかルールがわからなくても、あ、なんかAI or like people who want to understand the personality, even if they don't understand the rules, are、mm-hmm. there's a lot of them. Yeah. すみません、私は日本語で話したかったんですけど、なんか言う方は見つからなかった。ごめんなさいね。はい。それは嬉しいだから、なんか、mm-hmm. 倫理的に、AI はなんか怖いなものを、なんかいろいろな人だか、にとって、だからルールを分かるってことを、分かるは必要ってことは多いだと思いました。うん、あ、なんか、ですけど、私はなんかそのキャラクターは、動物っぽいにしましたの理由は、それだったね。動物っぽいのキャラクターだったら、うん、倫理的に、なんか、ステーク、なんていう、ステーク are lower. The stakes are lower. ごめんなさい。久美さん、お願いします。Can you explain a bit more context? Okay. Like, not risks. Acceptance. Yeah, I think it's like more acceptable when you touch to the animal world. Yeah. ですね、動物の方がやっぱ親密性という愛着もありますし、受け入れ、人として受け入れやすい。あ、はい。なるほど。わかりました。じゃあちょっと参考にしていただいて。ですけど、なんか他の、なんか、ルールが分かりたい人の、なんか、なぜが分かりたい、なんか知りたいだから、だからコメントしたら。ああ。ありがとうございます。なるほど。はい。じゃあ、最初にルールを知りたいって回答された方は、もしよろしければ、チャットで少し、なぜならばっていうのを回答していただくと嬉しいです。そう、それでちょっと時間がだいぶ押してしまったんですが、質問をいただいているので、すみません、私さっきちょっと操作を間違えて応答済みじゃない方を応答済みに一つ移動させてしまったんですが、4件質問をいただいているので、本間先生の方で選びつつちょっと皆さんに振っていただいたりしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、ちなみに応答済みにしてしまった質問から、じゃあ先に取り上げましょう。そうですね。はい。人間ができること、人間だけができること、例えば僕が言ってたのは価値観のソーティングとか、サラさんだったら美というものだったり、感情を理解するということだったりするかと思います。人間だけができることって、将来やはりいつか AI にとって変わられるんですかねっていうところですね。ここの質問をいただいているので、ここからお話をスタートしましょうか。はい、いかがでしょうか。なんか、
私はちょっと入ってもいいんですかね。今すごくまあ、デザインの中で重要に、まあ、重要な、論点になっているのは人間って誰という問題が割と大きな問題になって、で例えば足が使えない方とか目の見えない方が、じゃあユニバーサルデザインはまあ、私たちのためのものにもなってるんですけど、私たちが設計してるもんではない。で私は他の目の見えない人とは違うとか、だからある時ある程度批判的な観点が、まあ、この数年出てきて、特にアメリカとかではもう人間中心デザインとかユニバーサルデザイン、あるいはまたインクルーシブデザインでは足りない。でそれは例えば大、グローバルサウスという南米とかアフリカの国々の方によるデザインによるユニバーサルデザインはまた違う形になるのではないかとか、でそういうちょっと政治的な状況の中で、じゃあ私はどういうふうに人間を定義すればいいかっていうのがまた問題になる。で一方ではじゃあ AI はまだ何ていうか開発中の、まあ、開発中のシステムであって、そういう細々な問題は後でいいのではないかという声もあると思うんですけど、いや私たちがすごく分かったのは、AI のアルゴリズムをやっぱり設計してるときにそういう問題はもうすでに入ってくるから、それをでもそのバランスをどうすればいい、そういう細々な問題とかを、どうやって、反映すればいい、その作業の時にというのがすごく大きな問題になると思います。なんか僕AI は、詰まるところ、なんか僕たちのことを理解してくれるんですかっていうところがキーワードにあるような気がするんですよね。なんか技術的に似た反応をする、それはチューリングテストのこととかもあると思うんですけれども、根本的なことで、なんか最後僕らは AI と友達になりたいんじゃないかなって思ってるんですよ。なんか友達になる、今なんか不気味の谷っていうのがありますね。アンドロイドがだんだん人間に近づいていくときに逆に不自然になるっていう、なんかそれの AI が動き出してるんじゃないかなと思ってて、うん、なんか B にしても理解してほしい、感情を理解してほしい、言葉を理解してほしい、 B を理解してほしいっていうことがあって、で究極のところは AI と僕らって実は意外にお友達になりたい、お友達になりたいからこそ AI もしかして僕たちのこと支配してくるんじゃないのっていう怖さがあるって、そんなのがなんか実は今日の大きなテーマだったんじゃないかなと思ってるんですけれども、うん、山崎さんいかがですかね、どう思います？結構文化差があるかなと思ってます。我々だと例えば、まあ、あんまり日本って紋切り型に言いたくないんですけど、コミュニケーションロボットと対話するとか、コミュニケーションロボットの設計自体が極めて人間に近い形の UI UX で日本だと設計されることが多いのに対して、例えばその米国から出てきたスマートスピーカーなんてものを見ると、あれは対話っていうよりコマンドをするためのシステムなんですよね、うん、なので明確に道具としての機械というふうに切り分けているのか、それとも機械に対して何らかの愛着を抱くようなものなのかっていうのが、すごくあのカルチュラルに決定されているような気がしていて、その本当にユニバーサルに友達になりたいかどうかっていうのは割と人によって違うんじゃないかなというふうに思っています。例えばアレクサなんかも、日本語版のアレクサと英語版のアレクサの話しかけ方とか全然違いますし、あとはそもそもアレクサが女性の声であるとかっていうこともかなり僕は問題をはらんでると思っていて、フェミニズム的にですね、あそこって結構その人間がどういうそのハイラルキーを持っているかっていうのが機械にそもそも反映されているので、なんというか日本の方が若干 AI フレンドリーになりやすいような予感もしつつ、まだまだそれも文化的な問題がいろいろ差異があるところが面白いかなとも思ってます。ありがとうございます。フレデリックさん。はい、なんかそのAI がなんか人間だけはできるものになんかにすることなにあすみませんないですけど、
I think I should speak in English because this topic is a bit hard for me. I think that if AI can do only things, we may fear that AI may be able to do things that only humans could do in the past, but I think that we will co-evolve with AI.小田さんに、と AI が人間しかできないようなことができるようになるという未来に対して怖いと思う人もいるかもしれませんが、私の意見では私たちは一緒に進化していくもの、 AI と人間が一緒に進化していくものだと思っています。はい、例えば、最近、OpenAI は、コーディングできるな AI を作ったばかり。そのコーディングができる AI はなんか、じゃあ、センテンスを入れて、そのセンテンスのロジックを分かって、そのセンテンスのロジックから、じゃあ、コーディングのファンクションを作るとか。私はなんか、それはコーダーにとって、危なくはない。それはなんかコーダーはもっと、なんか、ロジックは何て言う、ロジックに。ロジックは fine, I think. じゃあ、ロジックに、フォーカスできるように技術になりそうと思う。そして AI を使って私たちは、なんか人間は他のものに になる予定と思います。なんか AI とのやっぱり付き合い方がすごい。キーワードですね。AI か。AI に対してやっぱりでもこれこれ聞いとくべきだと思うんです。AI が進展していく未来にポジティブな印象を抱いているか、ネガティブな印象を抱いているかっていうのは、これありきたりな質問ですけれども、でもやっぱりここのセッションでは聞いとくべきだと思います。僕は、もちろんやはりお話しした通り、ポジティブな印象を持っています。どんな、これは半分ちょっとチューニングテストに近いんですけれども、どんなに素晴らしい提案を AI もしてきても、もし AI を僕らがまだお友達として認識してない段階だったら、きっと AI が提案してきたことを、どんなに素晴らしい提案でも、それが AI だったときにちょっと嫌だ。だからやっぱり人間がらしさというものを残していてほしい。人間が提案したものじゃないと受け付けられないみたいなことも必ず起きると思うんですね。なので、まあ、AI に少なくとも支配されることはない。友達になったときは、お互いに提案を受け入れられることがあるけれども、少なくてもそのときはきっとポジティブな未来だし、まだ AI がお友達じゃないときは、そのときはやっぱり僕らはリジェクトというか、どこかの段階で AI をなんとか制御する術を持ってるんじゃないかな。そんな意味で僕は、AI はポジティブだなと思ってます。本当にこれ時間が少しずつ経ってるんですけども、一言ずつ未来に対するポジティブさ、ネガティブさみたいなものを、プレゼンターの皆さんからいただければなと思います。山崎さん、いかがでしょうかね。はい、僕は技術自体には全く善悪がないと思っていて、それをまあ使う人間の用途で決定されるとは思っているものの、まあ、ポジティブ、まあ、そのですね、反復するようなタスクを機械がやってくれることによって人間に時間ができるっていう意味ではポジティブだと思うんですね。ただし、ある意思決定をなすときに過去のデータに基づくことの危険性っていうのもあって、それは人間が間違えた判断を下しているものを学習データにした場合は機械も間違えうると。で、例えば採用の場面とかで、まあ、ある大きな会社がそれまでの採用で優秀だった人のデータセットを使って取ったら、ほとんど女性が弾かれたというような例があるわけですね。で、それは女性が優秀ではないということではなくって、その会社が文化として女性を取ってなかったっていうことが逆に分かったっていうことなので、 AI の判断が正しいってわけじゃないんですね。なので、学習させるデータセットの質みたいなもので言うと、僕らの行い自体を機械も反映していくから、僕らがそのエシカルでないと実は AI もエシカルにならないっていうところで、AI 自体ではなく僕らの問題であるっていうことが結構大きい。なので、技術自体に善悪はないというふうに僕は思ってるって形です。ありがとうございます。私はいいですかね。私、
あの山崎さんと、まあ、大体同意ですね。で、あのただその技術も、まあ、私たちが設計しています。で、そこだからソフトとハードはあのもちろんそのデータセットにも問題があって、アルゴリズムにも問題があるんだけれども、まあ、技術を人間の、あの人間の何ていうか産品として考えると、じゃ あ, あの人間をそこでそのまあ、最初から考えるあの技術をあのよくよく見ることが、まあ、重要じゃないかなと思う。私はあのなんか AI がなんか未来の AI に AI を入れるがいいかどうかというよりは、まあ、AI は入ってくる。それは私たちが全員がいやあの欲しくない、いらないと言っても AI は来ます。まあ、私たちがそれその進化にもあの進化にも関わってますが、あの私たち以外にもあの私たちが、まあ、止めようと言ってもそれは来ますから、じゃあそこで How to AI が本当にあの一番重要な問題だと、それはあの皆さんもあの同じようなことを言ってると思うんですが、まあそういうのが How to が一番大きい。じゃあなんか同じと思います。なんか倫理な問題は明日の一番なんか、一番イシューになりますね。すみませんね。私の日本語は本当に悪いんですけど。一番の問題だね。例えば、最近、なんかそれは多分ね、MIT メディアラブのスタジーだった。誰を、なんかそれはなんか、AI、セルフドライビングカー について、エクスペリメントだった。そのエクスペリメントは、誰を殺すか。なんか、おばあちゃんか、赤ちゃんか、太ってる人か、それは本当に、これで、私はこれを見て、本当に、このデータセットで機械学習車を作ったらすごく悪いやり方と思うね。だからpopulation like 人間のバイアスは多すぎるだから、ですけど何のやり方がいいは本当に大きな問題だね。はい、なんか人のなんか生活がなんかプライスだったらすみませんね、私の日本語ごめんなさい。ありがとうございます。もう本当にショートなトークセッションなのでここで取りまとめようと思いますけど、やっぱり AI との付き合い方を考えなきゃいけないと。でもやっぱりこの短いトークセッションとか、あるいはこのプレゼンテーションの中でもやっぱり倫理観とか感情とか、まあ、僕は価値観という言葉を使いましたし、 AI 時代は逆に人文的な観点、本当に人間と向き合ってきた歴史的な観点、人間というものを探求してきた人文学的観点、実はそっちの方がこれからもっと考えていかなくちゃいけないんだよっていう、そんなメッセージは伝わったんじゃないかなと僕は思います。短いトークセッションですけれども、小澤さんにお返ししようかと思います。あ、はい、ありがとうございました。そうですね、質問に全てお答えできずに申し訳ありませんでしたけれども、そうですね、何らかの形で、いつかお返ししたいと思います。ちょっと考えます。今日は本当にちょっと時間が押してしまいましたが、ご参加いただきましてありがとうございました。 Maybe Yuri, are you going to close the... I think we have a lot of questions or we are out of time. Yeah, it's increasing maybe. We have, yeah, in the Q&A, we have now 10 open questions. Yeah. Well, can we keep those questions? Yeah. Right, I think so. Yeah. Maybe we can quickly answer that. Mm-hmm. Yeah, I can answer the one. これどうしましょう。なんか10個ぐらい来てますけれども、全部答えてきますか？あるいは回答入力っていうところがあるので、後で個別に回答入力していこうかなというのもありますけれども。そうですね。はい。イベントとしては告
ちらでお開きにして、ちょっとどういう形で回答するか考えます。でも皆さん、会場には何らかの形でお答えさせていただきたいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ maybe we will answer those questions later. So, okay. Yeah. Or you can type it. Okay. Yeah, I typed yours for the link. Okay. Okay. Oh, thank you. All right. Yeah. So if you have time, please, you can type the answer to those questions. Yes. Yeah, so thanks everybody. Thanks our amazing speakers for tonight. Thanks everybody who joined us tonight. Hope you enjoyed it. It was very interesting for us also to make this event online. It's very special. And if you want, you can watch it later on YouTube if you have, if you want to see some of the parts again. Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。